光明天皇は日本の北朝第二代天皇、意味川豊人。その即位によって北朝が成立したので、北朝最初の天皇ということになるが、鎌倉時代末期に在位した兄の光厳天皇が、五代五天皇によって即位を否定され、歴代天皇126代に含まれない北朝初代天皇として扱われているため、光明は北朝第二代とされている。 五代醐天皇の剣務の新政から離反した足利高氏が港川の戦いで宮方に勝利し、剣務三年に京都に入ると五代醐天皇は比叡山延暦寺に逃走する。五代醐天皇が単位せぬまま、高氏から自典の君に衰退された黄金上皇の院前により8月15日に豊人が即位し、二人の天皇が並び立つ形となった。公明は、 兄、黄金の勇士として位置づけられ、黄金は、自転の君として、陰性を始めることになった。黄明の即位時には三種の神器は、五代五のもとにあったが、五代五は、高氏と和睦すると神器と称する者を、黄明側に引き渡し、黄明が、唯一の天皇であると認めさせられた格好で、遊兵された。その後、十二月十一日に、吉野に逃れた五代五は、 自らの大位と孔明の当意を共に否認し、南北朝体制が成立する。上は4年10月27日に、孔明は黄金上皇の第一王子、スコ天皇に上位した。上皇になった後の官能2年、足利氏の内紛である官能の上乱を機に、足利高氏が南朝に基準、スコ天皇は廃され、南朝による将兵一党が行われる。 そして翌年2月、南朝の軍勢が、足利義明を排除して、京都を奪回した際に、黄金上皇、津皇上皇、皇太子自家人親王と共に捕らえられる。以後は、南朝方により、大和国が明生に軟禁される。3名の上皇と自家人氏は、昭平9年3月に、河内金剛寺に移され、達中艦増院を暗宮とされた。そして、 10月になると、小村上天皇自らも金剛寺達中マニーを暗宮とした。だが、昭平10年には、一足早く光明上皇のみ解放されて、京都に返された。京へ戻った以後は落発して仏像に入ったとされる。攻略2年6月24日、崩御した。放五59。三種の仁義がない状況での光明の即位は、言葉天皇が、 後白河法皇の院前により即位した宣令に従ったものである。後醍醐天皇は剣務の乱敗北後三種の神儀を北朝に譲り渡した。この時点で光明天皇の神儀なしの即位という点は解消された。しかし後醍醐天皇が逃亡して独自の朝廷を構築した際、北朝に渡した三種の神儀は偽物であると称した。 この段階で三種の神器が二組存在したことになるが、状況的にこの時の吉野先行に三種の神器を帯同していく猶予はなかったとも考えられる。実際に、後の将兵の一党で、五村上天皇は北朝の神器を奪還している。五伏見天皇の第二王子。母は西恩寺高校の娘安子。孔明天皇大孔明寺上両は、宮内庁により、 京都府京都市伏見区桃山町新町楼にある大光明寺城に寺城されている。区内町上の形式は延休。津港天皇陵、春日と王母と同町域である。また皇居では高麗殿において他の歴代天皇、皇族と共に天皇の霊が祀られている。肖像は京都市東山区の潜入寺所像。ありがとうございます。